ドナルド3世は、スコットランド王。ダンカン1世とノーサンブリアシューアドの妹シビルの次男で、マルカム3世の弟。肌が白いことから白石を意味するドナルド・ベインとも言われる。父がマクベスに殺害された1040年に、スコットランド西部沖のヘブリディーズ諸島に逃れ、以後この地で少年時代を過ごした。兄マルカム3世が、 イングランド好みであったのに対して、北方の荒々しい気風の中で育ったドナルドは、野生好みで、大のイングランド嫌いであった。マルカム産業の中、南部を中心とした政治に不満を持っていた北、西部の豪族たちに支持され、ドナルドは1993年に、兄がイングランド侵攻で廃止するとおいで、兄の長男団幹を差し置いて大いについた。 ドナルド3世は大位に就くや、宮廷の様式、習慣を、ケルト式に戻した。翌1094年5月、イングランドに、人質となっていたダンカンは、イングランド王はウィリアム2世の支援を受け、大位奪還に立ち上がった。ドナルド3世はダンカンに敗れ敗、囲、わずか7ヶ月で大位を奪われた。ダンカンは即位して、ダンカン2世となった。 しかし、マルカム三世以来のイングランド真珠に対する、重臣たちの反発は大きかった。半年後の11月、ドナルド・ベインはシズシャやダンカン二世の異母帝、エドマンドたちと図って、ダンカン二世を暗殺し、大いに復帰してエドマンドと共同統治を行った。1九9 7年、エドマンドの弟エドガーが、ウィリアム二世とエドガーアシリングの力を借りて、軍を起こした。 ドナルド三世は、エドマンドと共に戦ったが敗れて捕らえられ、再び敗位された上両目を繰り抜かれて追放された。それから間もなく、ドナルド三世は、フォファシャーのレスコビーにて没した。ありがとうございます。